なんだ転校生、私に用か？ゴールデンウィーク？ああ、連休か。軍でも数日休みがあるぞ。私の予定は決まっているがな。スペイン攻略の後、魔物が激減したからな。山にこもってたるんだ体を鍛え直す。戦う相手がいないんだ。一人でやるしかないだろう。ああ、手頃な山を見つけたからな。そこに登るつもりだ。それで貴様の話は何だ？学園でイベント？アウトドア？まさか私が参加すると思ったのか？とこれまでなら拒否するところだが、貴様が行ったその場所、私が登る予定の山に近いな。車両で行くなら途中まで乗せてもらおうか。ここを登る。なんだその顔は。貴様が登るわけでもあるまい。体をいじめるにはこのくらいが最適だ。嬉しいことに景色もいいしな。私はここまでだ。席を用意してくれたことには感謝しよう。貴様らも楽しんで来い。ではな。これだ。やはり学園の訓練とは比べ物にならん。個人の力ではどうしようもない巨大さが命をぶつけるに値する。魔物が弱くなった今、次の相手は地球がいいかもしれんな。はあ、やはり鈍っているな。この程度でここまで疲れるとは。転校生、隠れているつもりか？ザックが見えているぞ。わざわざ登山道を登ってきたのか。物好きなやつめ。なんだこれは。食べ物？貴様はそういう男だったな。意味がわからん。まあいい、ここまで来たついでだ。聞いていけ。そろそろ生き方を変えねばならんと思っている。ずっと魔物を殺すために生きてきた。だがそれはもう果たしてしまった。今出現する魔物はただの残りカスだ。何匹か潰したが高揚はしなかった。以前のような強さの魔物が出るのは一年に一度がいいとこだろう。もちろんその時はやり合いに行くが、それ以外の日々をどうするか。魔物のいない時代に私が心のままに生きる道はないのかもしれん。だからどうしたというわけではないのだがな。他人の助言を期待しているわけでもない。貴様に話す気になったのは、貴様がここまで登ってきたからだ。ここは私の好きな場所だからな。